た。車の充電が切れるタイミングは状況によって変化しますもんね。たまたま寄った充電スタンドにてフェイスホールがありました。直感的にルートを変え、山越え伊賀方面へ。山ではみるみる充電がなくなり、スタンドもないため近くでできる限りチャージしてアタックする。このフェイスホール、区画が小さくて顔が入らん。チャージの時間を利用して海見る。神社とかにあるし、みんなボス山の今だ。バイクに乗るときはしっかり脇を締め、太ももでニーグリップ。乗馬はホースライディング、バイクもライディング。ジンマ一体となり、銀車一体となる。バイク屋で修行してみたのに終わりました。境がありますね。最後はただで超えちゃいけないボーダーラインと踏みとどまるラインってことですね。ここ行っちゃうと、これあれ地獄物産みたいにこう上がれなくなっちゃうんですよね。絶対行っちゃダメですよ。危ない。大場の行くとこう持ってかれますから、絶対行っちゃダメですよ。これが最後のボーダーですか。自分はバイクをそこまで見たなかったということです。来た。うわ冷たい。こうやって来ても焦っちゃいけません。ご覧ください、安全距離取ってますね。うわ、ゴム落ちてる。ワンちゃんまだいけるんじゃない。